私の世界、生まれつき音が音じゃない世界。初めてこういう人に会った。初対面で私に戸惑わなくて。またなんて。ユキの顔かわいい。恋？何ぼーっと突っ立ってんの。いらっしゃい。また来てくれたの。三尾美さんといる時のユキ嬉しそう。もう恋してるって感じ。そうなのかな。そもそも恋と憧れの違いって。あなたが現れて広がる世界にこのため息さえ優しく染まっていくようで。指先と連連。これが恋であってほしい。